注射注射、あ、そうだ、ご飯下持ってかな、注射生まれ落ちた、注射ようやく終わったよ、いろいろ見て尻尾ダタ下がり、尻尾、でもこれたあたにあれでしょ、掃除機のせいでしょ、うん、掃除機の前から下で物音がしてる時から隠れてたよ。長ちゃん分かりやすいね。怯える、長ちゃんとトロ、もうそろそろって感じであれ。でもトロちゃんが怯えてる理由は別。長ちゃんもう下行ってみる、あれ普通に来るじゃん、あれトロちゃん、トロちゃんおいで、トロちゃん怖いの、トロちゃんが動かない、尻尾が、トロちゃん下の恐怖はもう取り除いたよ、ちょっと匂い違うんじゃない、トロちゃん涼しい、涼しいね、トロちゃん涼しいね、尻尾下がってる、ブンブンして、1階にとうとう冷房がついたよ、トロちゃん湿気もえぐいからね。じゃあこっち来てみや。こっち涼しいや。ちょっと恐る恐る、うん。怖いな。怖い？ちゅうちゃん。ちゅうちゃん怖いの。怖くない？やめて。怖い。ちょっと匂いが違うね、ちゅうちゃん。新品の匂いするかな。ついてきてるだけかな、もしかして、あ、トロちゃんも来た、チョロチョロが来た、お、チョロチョロ普通に来た、恐る恐るブラザーズ尻尾チロはちょっと下がっとるけど、トロは上がってきたね、トロちゃん、トロちゃん、トロトロちゃん、トロちゃん決めっちょトロちゃんというわけで、トロちゃんが怖がってる理由がこれです、じゃじゃーん、パパの新しいスリッパです、今回は DCM で買ってきたんですけど、新しいスリッパを買ってみたらトロちゃんがあのざまでござる、倒れたタイミングバッチリだね、あのざまでござるって言ったらうにゅーんって、あ、虫どこ、あ、ずっとケッパーあったからね、入った、ナイスナイスショット、あ、ようやく1階が快適になったね、そうですね、トロちゃんおいで、なんで快適になってから休まなかったんだろう、だって昨日あんな熱い思いして暑くなる前に着いてよかったね、そうだね、トロちゃん、なんであんなとこ、トロちゃん遠くから見守っとんの、僕たちを、トロちゃん、チュッチョ、トロちゃんさっきご飯食べたじゃん、チュッチョ、うん、逃げるじゃん、素足でも逃げるじゃん、なんで、トロちゃんパパ素足だよ、素足だよ、逃げるじゃん、なんか急にパパ怖いになっちゃったね、トロちゃん、なんでトロパパ素足だよきのうまでのあれは何だったの、トロちゃん上行くよ、ずっと逃げるじゃん、トロちゃん
トロちゃん、トロ、トロちゃん、トロちゃん、何で逃げるトロ、トロちゃん、何してんの、何しとろ、トロちゃん、トロ、トロちゃん、何逃げるの、パパじゃん、トロ、そこ逆光なんだよ、トロちゃん、順光に戻っといて、おいで、トロおいで、はい、トロちゃん、トロ、慣れた、たく人騒がせの猫だぜ、猫騒がせなんだから、トロちゃん、あ、逃げた、トロちゃん、トロ、トロおいで、倒れた、トロちゃん、トロ、そんなわけで答えを言うと、チョシャンは工事の人が来てたからビビって逃げてて、トロシャンはパパのスリッパが変わったのが怖くて逃げてました。はい、ちなみにモポちゃんもどっか怯えていったけど、どこ行ったかわからん。モピちゃんはでももう帰ったからもう大丈夫かな、工事の人が。ハムちゃんは逆になんか変わったから興味津々になっていろいろ動いてます。ねえトロちゃん、え、逃げるじゃん。ちょーい、トロシャー、トロシャー、逃げる、トロ、トロおいで、あ、トロ、トロおいで、うん、来るじゃん、立ち止まったら来るんだけどね、トロシャー、スイートロシャー、はい、立ち止まってたら平気なんだけどね、っていうトロちゃんでした。怖いの、スリッパが。